皆さんこんにちは。ビーパル公式 YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。今回はキャンプ場に着いた時にペグが足りない、そんな時の解決方法を皆さんにお伝えしたいと思います。よくあるのがキャンプ場の管理棟で売っているペグをとりあえず間に合わせで買うっていうことがありますよね。でもこれってお気に入りのペグじゃないのにお金を使ってわざわざ購入するっていうのはちょっとやだなって思いませんか？そんな時は身の回りにあるもので作ってしまえばいいんです。今回は簡単な作り方をこれからご紹介していきたいと思います。では作業に入る前に道具と材料の話をしたいと思います。まず道具です。必要なのはノコギリ、そしてナタ、もしくは手斧でも大丈夫です。そして購入した薪でもいいんですけれども、上から叩くもの、刃物に当てて叩くものがあると便利だと思います。この辺はまあ焚き火をする方はほとんどの方が持ってると思うので大丈夫だと思います。次、材料です。一番身近なのはキャンプ場で焚き火をするのに購入した薪ですね。特に作りやすいのは針葉樹の薪です。繊維がしっかりしているので加工がしやすいです。もう一つ、キャンプサイトの周りでキャンプ場が OK っていうふうに言ってれば、こういった拾った枝を活用して作ることもできます。必要な本数分だけ準備してみてください。では早速購入した薪でペグを作っていきたいと思います。まず最初に必要なペグの長さを決めて切っていきます。おおよそ刺さるのが20センチぐらい欲しい場合は上に5センチぐらい取って、長さを決めたらノコギリで切っちゃいます。台があると便利ですね。よっ、はい、必要な長さに切れました。次はまだ太さがありますので、作りたいペグの4倍から5倍の太さぐらいまで細くしちゃいます。この時にナタを上から当てて薪などで叩いちゃいます。こんな感じですね。少し細くなりました。次は針綱を引っ掛ける場所を作ります。まずはノコギリで上から 3,4 センチぐらいのところに切り込みを入れます。はい、しっかりと切り込みを入れたら、切り込みを下にしてナタを切り込みのギリギリまでのところに当てて、また薪などで上から叩きます。そうすると引っかかる場所がしっかりとできるわけです。次はこの状態だと地面に刺さりにくいので、しっかりと先を尖らしていきます。この時に片側だけだと地面に刺さっていくときに斜めに入っていっちゃいますので、なるべく360度全方位から尖らしていってあげます。こんな感じですね。ざっくりとで大丈夫です。360度しっかり尖っていて針綱が引っかかる場所があれば完成です。もしもループのところにこの太さじゃ入らないよっていうことになれば、もう少し細く割ってあげれば大丈夫です。これで完成になります。次は拾った木の枝を活用したいと思います。まあ、こういった形で枝分かれがあると実はペグがすごく作りやすくって、僕としてはここを刺す部分、そしてここを活用して
針綱が引っかかるようにしたいなっていうふうに思っています。ちょっとやってみましょう。まずは不要な部分を切り取ります。まずここにしっかりと針綱をかけたいので、この出っ張りを生かすので少し残して切ります。こんな感じですね。引っかかる場所を、そして刺さる場所。なので今度は頭の部分を切るんですけど、上から叩いた時に平らになることをイメージして角度を決めます。角度を決めたらここもノコギリで切っちゃいます。こんぐらいかな。よいしょ。はい、切れました。こういう形でほぼペグの状態ですね。最後にナタでここも360度しっかりと尖らせてあげます。ナイフで削ってっても大丈夫です。はい、こんな感じかな。こういう形で針綱が引っかかって地面にまっすぐ刺さるようなペグができました。枝を活用したペグとして枝分かれを使った方法があるんですけれども、もしもキャンプ場で拾った薪がこのようにまっすぐなものしかなかったら、先ほどの薪と同様な作り方をしていきます。まずは必要な長さプラス5センチぐらいのところで切ります。で、太さももちろん、針綱やループにかける時の太さで入るものを選びます。で、長さができたら今度は針綱が引っかかるような場所を作るんですが、同じように上を 3-4cm 開けて半分ぐらいまで切り込みを入れます。こんな感じですね。切り込みを入れたら今度は繊維がまっすぐとは限らないので、上から叩くと変な方向で割れてしまう可能性があるので、ナタやナイフでフックを頭を下にして斜めに切っていきます。こんな感じですね。しっかりと斜めのフックを入れておきます。最後に下を360度同様に尖らせていきます。ざっくりで大丈夫です。はい、完成しました。引っかかる部分がしっかりとあって、でそして360度しっかりと尖らせるように削ってあって、これでまっすぐ入って引っかかると思います。というわけで、キャンプ場にある薪や枝を使ってこのようにペグを作ってみました。それぞれ針葉樹の薪を使った方法、枝分かれを活用した拾った枝で作った方法、そしてまっすぐの場合でもこういう風に作れますよっていうのをご紹介させていただきました。もちろんペグをまるっと全部忘れたとなると全て作るのは大変なんですが、あー 2,3 本足りないな、そんな時にやっていただけるとブッシュクラフト的な楽しみ方もあっていいんじゃないかなという風に思いますので、ぜひ挑戦してみてください。いかがだったでしょうか。今回この番組楽しいなと思ったら、ぜひいいねよろしくお願いいたします。そしてビーパル公式 YouTube チャンネルへの登録もよろしくお願いいたします。このチャンネルでは皆さんがこんなことを知りたい、そしてあんなことをやってほしいっていうこともリクエストにお答えしながら作っていきたいと思っておりますので、ぜひリクエストよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ありがとうございました。